だったのよ。あの子の母親に私はなるべきだった。なのに私は悲しみに溺れ、それをしなかった。しゃあないしゃあない。お前だけが悪いわけとちゃうで。そんなに自分を責めたらあかん。私はなんて罪を。悲しいのは私もあの子も全く同じだった。なのに私は自分の方が悲しいと決めつけて、あの子の気持ちを全く受け止めなくて。私は母失格なんだわ。あの子の母になってあげられなかった。いいえ、あなたは頑張ってくれたわ、エヴァ姉さん。キリエさん、あなたがエンジェと打ち解けようと、いろいろな努力をしてくれたことを知っているわ。姉貴はよく耐えてくれたぜ。そんな姉貴の苦労も知らず、うちの娘が本当に迷惑をかけたな。あなたはエンジェにジョージ君に注いだのと同じ愛情を与えようとしてくれたわ。でもそれは私だけの独りよがりで、エンジェちゃんには全く届かなかった。それを受け止めなかったのはエンジェだ。姉貴のせいじゃない。6歳のエンジェちゃんにそれを求めるなんて酷よ。それでも私は気持ちを伝えられるようもっともっと耐えなければならなかったのに。エヴァ姉さん、これだけは信じて。私たちはあなたを責めてなんかいないのよ。キリエさん、エンジェのために深く深く傷ついてくれてありがとう。あの子に人の心があるなら、いつか必ずあなたが注いでくれた愛情に気がついてくれるはず。ありがとう姉貴。俺たちはいつまでも感謝してるんだぜ。よかったな、エヴァ。お前の頑張りはな、ちゃんと認められとんのやで。いかがですか、エンジェ様。よろしければぜひこのゴーダにも挑戦していただけませんか。このクマさんも難しい問題を用意しましたよ。難しい問題でもへっちゃら。エンジェ一人だけじゃないもん。エヴァおばさんと一緒に解くもん。今度はこの二人が出題？どっちから挑戦する？じゃあ、ゴーダさん。はいはい、かしこまりました。それでは問題を出させていただきます。難しいですよ。それでも解く、コツはもう分かったもん。エンジェちゃんを甘く見ちゃダメよ。ねえ。ねえ。
それはそれは。それではゴーダらしく台所とお料理の問題を出させていただきます。今度は共闘しましょう。わからないときはおばさんを頼ってね。何かヒントを出せるようにするわ。ヒントもらうとメダルはもらえない？メダルとは関係ないから、じゃんじゃん頼ってね。おばさん、わかった。ヒントはね、魔女の帰りが普段よりとても遅くなったってところよ。普段より遅いと何かあるの？よく考えて。いつもの決まった時間に出来たてのご飯を作っておいたのよ。ということは、それよりずっと帰りが遅くなったらどうなっちゃうかしら？すごく遅かったんだから、その頃にはもう溶けちゃってる。だから食べられない。さすが。どう、エンジェちゃんは本当に賢いでしょ。おめでとうございます、エンジェ様。感服いたしました。このゴーダの腕によりをかけた難問がこうもあっさり解かれてしまうとは。全然簡単だったもん。エヴァおばさんの問題の方が難しかった。ありがとう。おめでとうございます。こちらが私の問題に正解したご褒美のメダルでございます。ありがとう。次は私でございますね。ではとっておきの難しい問題でエンジェ様を試してみましょうね。では参りますよ。難しいってどのくらい？それは挑戦してみてのお楽しみ。それでは私はサバのデザートの問題を出しましょう。サバのデザート？熊沢さんのこと。きっとおかしな問題に違いないわ。注意してかかりましょう。おばさん、わかった？一文字を足せばって言うんだから、ダジャレみたいな答えに違いないわ。サバに一文字を加えてデザートにならないか考えて。あ、わかった。え、なになに？とにかく語尾に一文字を足してみて。それがまさに答えそのものだから。正解でございますよ。砂漠はつまり砂漠のこと。砂漠は英語でデザートって読むものね。エンジェ英語知ってた。すごいすごい。さすがエンジェちゃん、賢い。頭なでなでしてあげる。おばさんになでてもらうの気持ちよくて好き。サバにクーを足したらデザートにもなるなんて、本当にサバはすごいですね。そんなダジャレで
デザートをサバにした日には私の首が飛んでしまいそうです。エンジェもやだ。デザートはアイスがいい。確かに大丈夫よね、今日のデザート。厨房でサバのフルーツパフェが皆さんを驚かそうと待ち構えておりますよ。そうなのや。これは残念。エンジェ様に素敵なご褒美をあげないよう邪魔をしてやろうと知恵を絞った問題がこんなにもあっさり解かれるとは。さあ、これで私たちの問題はおしまいですよ。この調子でどんどんメダルを手に入れて親方様から素敵なご褒美を獲得してくださいね。うん、ありがとう。もっともっと頑張るね。やったね、エヴァおばさん。この調子でどんどん行きましょう。キリエ様の影に隠れておどおどしていた幼子がいつの間にかあんなに元気になって。親族会議を重ねるたびに若者の成長を感じるものです。あと数年も経てばエンジェ様も恋を覚え化粧を覚え、やがては一人前のレディに成長されるのでしょうね。そうですね、普通に年月を重ねてくださったなら。エンジェ様は冷え切った卵のまま孤独な未来を迎えるほかないのでしょうか。卵の殻はいつだって内側から破られるもの。冷え切った殻はとてもとても硬いでしょうが、それでも破れぬものではありません。エンジェ様にその強さがあるでしょうか。それを得ることができるか否か、それがこの最後のゲームと聞いています。私たちはもっとメッセージを送るべきではないでしょうか。せめて温められぬ卵なら殻が割りやすいよう少しでも外から叩くとか。自らの殻を割る力もないヒナを無理に卵の外へ出せば寒風に耐えることはできないでしょうね。エンジェ様はその力とたくましさを自ら得なければならないのです。ですからその力とたくましさを私たちは何とか伝えることはできないんでしょうか。言葉とは与えられるものでなく受け止めるものです。私たちが何を与えようともエンジェ様が受け止めなければ何の意味もない。そうですね、私たちが何を伝えてもエンジェ様が耳を貸さなければ意味がない。見守るしかないんですよ。私たちには馬を水場に連れて行くことはできても飲ませることはできないのですから。エンジェ様がより良い未来を自ら選択してくれることを祈るしかありませんな。エンジェ様が諦めと悲しみを紛らわせるためだけの怒りに身を任せず、本当にエンジェ様が求めておられるたった一つの願いに純粋であってさえくれれば、彼女は絶対に自分の一番の願いを叶えることができるでしょう。皮肉なものです。その一番の願いを自ら一番最初に否定されているのですから。笑う角に福来たる、泣き面に蜂、信ずる者は救われる。人の思いが、その強さが自分の未来を自ら生み出すのです。
せめてその言葉だけでもかけてあげたいものですが。バトラ様も厳しい。そのような言葉さえも許さず、エンジェ様が自分の力だけで気づいてくれることを願っている。私たちには見守ることしかできないのですね。だからせめて祈りましょう。彼女が最も望む未来をその手につかめるように。おや、私どもご指名ですか。うん、どうせ全員に挑むもん。ねえおばさん。ねえ。さあ、私たちに問題を出してちょうだい。サクサク解いちゃうんだから。そうですか、そうですか。ではとっておきの問題を出さないといけませんな。源氏、お前も何か出題してやるがいい。とっておきをな。かしこまりました。それではとっておきを。では私から参りましょう。私はお医者さんですからな。救急車の問題でも出すとしましょう。なんだかダジャレっぽいわね。ほら、救急って救急とも聞こえない？つまりハテナに99を足すと救急車になるってこと？ハテナ足す99で出てくる数字がどうして救急車になるのかしら。はあ、わかった。ヒントね、救急車じゃない赤いランプの車とはパトカーのことよ。もう分かったんじゃない？10から20を引くと110。こっちはパトカーを呼ぶ番号ね。お見事、正解だ。やはりエンジェさんは頭が柔軟ですな。おお、やるではないか、エンジェ。さすが賢いぞ、我が孫よ。おめでとう。これはあんたのメダルだ。そうそう、その息をどんどん解いていっちゃいましょう。では源氏さん、どうぞ。我が友は黙して語らぬが、こう見えて博識だ。どんな問題が飛び出すやら、私も興味深いぞ。それでは演者様、お覚悟を出題させていただきます。大丈夫よ、しっかり。エンジェ様は割り算はできますか？うん、塾で習った。すごいわね、まだ6歳なのに。では問題なさそうです。出題させていただきます。